こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日は、ホリエモンのメッセージ。近畿大学の卒業式の堀江貴文さんですね。卒業生に送ったメッセージ。これを見たんですけど、ちょっと、大学の卒業式ということでですね、あんまりきついことは言えなくて、ソフトな言い方になってるのかなというような気がしたんで、それの補足と、最終的にはアマゾン輸出だから、稼げるというようなお話です。まず、ホリエモンが話したのはですね、日本でみんなと同じように暮らしていると、みんなと同じく貧しくなる。自分で情報を取って考える習慣をつける必要がある。それと、老後のこと。50年後どうなるのか。5年後のこともわかんないのに、心配してもしょうがないと。今できること、今やるべきことを全力でやれというような話でした。で、その通りだなと。ちょっとね、オブラートに包んだ言い方だけど、その通りだなと思いました。そしてあなたが取れる選択肢は3つ。まず、貧しい国でも稼げる高いスキルを身につけると。ね、これはっきり言って、日本が貧しい国だと自覚している人はいないんですけど、あれだけブラックに高い品質のサービスを提供して、なおかつお金もあんまりもらえず、暮らしぶりは豊かにならない。これを貧しいと言わず何と言うんだと。貧しい国です。でね、高いスキルを身につけると言っても、ゆでガエルにならない人はごくわずか、ほとんどの人は無理だと思います。2番、豊かな国で商売をする。ね、20年以上もデフレ続く日本にいると忘れがちですが、景気のいい国はたくさんあります。で、今やインターネットのおかげでですね、それとアマゾンのオペレーションね、わざわざ海外に引っ越してね、仕事を探したり店を持ったりしなくても、日本にいながらにして海外に物を売るということが簡単にできます。豊かな国で商売をする。これにアマゾン輸出がおすすめなわけですね。3番目、昨日と同じ過ごし方を、昨日と同じ明日を過ごして、みんなと一緒に貧しくなると。今日も明日も昨日も毎日一緒のことをやってると。毎日リピートですね、繰り返し。ただ、これが人間の一番本能に自然な、ね、同じことを続けるというのが生き残るというためだけなら、一番いい選択肢、今までね、歩んできた中では、貧しくなるとかそういうのは抜きとして、死ぬってことがあんまりないのは、今までと同じやり方をするということなんで、本能に従うやり方で、一番自然な選択肢。99.99% はこのやり方でみんな行くだろうと思われます。で、私が勧めるのは、Amazon 輸出始めましょうって話なわけですね。で、実際、ホリエモンさん、タイと日本のマッサージ、それからタイの寿司屋の例なんかでね、話してましたけど、ちょっとね、まだ日本の方が、物価は高いというような認識でいるようですけど、実際、私がオーストラリアで暮らしてるんですけど、日本の方が物価はあらゆる面で安いですね。例えば日本のものが当然安いのは当たり前なんですけど、日本だとロイズのチョコレート756円。で、これが、チャツウッドだと19ドル。ね、これ19ドルだったんですけど、実はこれ 記事書いたのはホワイトデー。今日が4月15日ですね。で、また買おうかなと思って見に行ったら24ドルに値上がりしてました。24ドルになってます。それと、これはアメリカと日本の物価の差ですけど、大戸屋のサバ塩定食。日本だと、775円です。アメリカだと、21ドル、2600円ぐらいですね。3倍、約3倍、4倍か、4倍の開きがあります。それからタイと日本の物価。これホテルで、ね、タイのマンダリンオリエンタルで、朝食食べたんですけど、6000円ぐらいでしたね。で、かたや日本は、3800円と2800円。コースになってるとね、ちゃんと。これね、マンダリンオリエンタル、タイは、ビュッフェです。自分で取り入って6000円。日本は、きちんと持ってきてくれて3800円。で、しかも、これらのことで値段が単純に違うってだけじゃなくてですね、マンダリンオリエンタル混んでました。すごいいっぱいですね。この写真のように混んでました。日本のマンダリンオリエンタルは行ったことないんですけど、マンダリンオリエンタル行ったことないというか、バーは行きますけど、泊まって朝食食べ行ったことないんですけど、例えばホテルオークラとかね、帝国ホテルとか、そういうとこ泊まった時に、朝食食べに行くと、割と空いてますね。
まあ、中国人の観光客ぐらいしかいなくて割と空いてると。だから自分でお金を払って食べる人はあんまりいなくて、パックでくっついてるので食べる人ばっかりしか日本のレストランはいないと。で、タイのマンダリンオリエンタル、バンコクのね、マンダリンオリエンタルのこのメニュー、そもそも値段がいくらも書いてないと。まあ、値段がいくらっていうふうに、聞く人がいないのか、まあ、そんなのね、ホテル泊まる人はどうせ気にしないのかということなんでしょうかね。まず、その値段すら載ってないけど、こう食べたんでわかりますけど、6000円です。で、アメリカの大戸屋行ったことないんですけど、これ高いなって感じなんですけどね、おそらく混んでます。ね、日本で同じ値段で出してるような店ってのはガラガラでしょうけど、混んでます。で、チョコレートもね、これロイズも、こんな値段で誰買うのかなと。結構売れてます。何が言いたいかというと、もう日本は安くて、いい商品しか売れないと。で、しかもその、安くていい商品が売れてる値段もどんどん下がってる。海外に向ければ安くていい商品だったら高くても売れるんですね。これを、まあ、いい商品を作って安くで売って利益が儲かる方法を見つけるか。まあ、見つかる人はいいんでしょうけど、多分何十万人に一人だと思います。そうじゃなくてね、自分の提供できるもんで、今提供できるもんで儲かる方法はないのか。まあ、考えると、今は、Amazon 輸出がすごいおすすめです。あるいは、まあ、みんなと同じく何もしないか。ね。私のこの動画を見てるということは、まあ、少なくとも何かしたいなと、何とかしなきゃなと思ってる方が多いでしょうから、まあ、そう考えると、ね、迷ってるんであれば Amazon 輸出、まあ、今のうちに始めることをお勧めします。日本はすでに物価はもうすごい低いです。で、さらに、どんどん悪くなる要素もあります。まあ、良くなるのかもしれませんけど、まあ、普通は、今までピークを打って、ね、二十数年間しぼんできてて、良くなるのはきっと60年周期と言われてますんでね、あと40年後かなという気がします。まあ、40年後良くなるのをね、皆と同じように待てる人はいいですけど、そうじゃない方は今のうちにできること、まあ、簡単にできるということで、アマゾン輸出始めてみてはいかがでしょうか。まずはね、このメルマガ登録して、無料でどんな風な情報を公開しているのか、チェックしてみてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。